ラウンの代表ナナコです。ハート代表アサバです。うん、そんなになんかブランディングって考えてやってることじゃないけど、なんか常に気分が上がるものをまとったり、でもやっぱ新しい服が良くないですか？なんかね、年齢とともにそうなってるかも。でも朝は結構昔からさ、新しい服っていう感じがする。あ、なんかあの新しい服を着た一発目が好き、でもどんな高い服買っても一回で終わりだから、ね、でもあの感じがいいな。なんだろう、人と違うものをしたいって思っている。確かに間違いないそれは。方が多くて、好きなイメージ写真はいっぱい持ってきてくれるけど、これじゃなくてもなんかおすすめあったらやってほしいとか、任せる、どっかに入れてみたいな。私に似合う感じでとか、だよね。それ考えてる時間結構一番面白くないですか？楽しいよね。どこだろうねみたいな一緒に作るみたいな ね。しかも結構その髪型に合わせたポイントカラーとかだったらデザインになるから、一緒にならないですもんね。そうだ ね。ななこさんの私見てると、そこをやるんだとか、なんか自分の中でこれなしだなと思ってたのをありに見せてくるから、それがすごいなって思う。どれだろう、どれだろう。なんか例えば自分のルールでこれなしみたいなあるじゃないですか、この髪型にこれなしみたいな、例えば、なんかそれをありにしてくるから、あ、確かにありみたいなのは結構ある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 。それはもうパツっていうのがすごい上手パキってなっちゃいますよね。柔らかく作れないからね。いや、でもそれが強みだったりするじゃん。でもアイディアが増えるっていうのは奈々子さんが見てたらありますね。そう、ありがとう、言ってないけど言ってないけど言ってないけど、ありがとう、嬉しいけど、もうどんどん自分がなんかいいって思ったスタイルを発信してるなって思います。朝は嘘自分の色味で、自分のなんか好きな形で、画角でっていうのはめっちゃ感じます、投稿ってなるとまだまだ私全然できてないんだけど、確かにね、なんか本腰入れないといけないですもんね、投稿。そうなんだよね、そうなの、そうなの、ずっと残るし、でもパッて目につく、自分もストーリーズの方が見るから、そっちに行っちゃうんだよな、今って感じで、確かにね、今日みたいな感じである、だから1日でこう上げてるやつ見てると、そんないろんなのやってるって思う、結構。そうだよね、デザイン性強いけど、なんだろう、変なデザイン性強いじゃないじゃないですか、なんか1個強いみたいなのが、カットラインであるのか、カラーであるのかが、をバンバンやってるからめっちゃいいな。でも私のその発信がさ、毎日そうなってるのが一番いいんだろうけど、毎日そういう風にあげないとなって思ってる。確かにね、なんか下の子に言ってる割にね自分みたいなのね、そう、確かに発信力でも上げるために努力してることだもんね。でもやっぱりお客様が一番、デザインさせてくれているから、それをちゃんと写真に残してだよね。でもやっぱなんだろう、自分が気に入ってるやつしか撮らないですか？気に入った、全員気に入ってるけど、なんだろう、自分のデザインでアピールしたいところ。確かに確かに、分かりやすい。そうだね、ポイントになる部分をちゃんと画角で見て、分かりやすく撮るとか、色とかラインとか前髪とか、ななこさんは結構でも寄りの写真が多くて、多分結構ヘアにフォーカスしてるイメージでも一番それが分かりやすいから、私多分もう一個なんか結構女性像を写したいみたいなのありますね。ファッション的な、やっぱこういう子に来てほしいなみたいな、ヘアを写したい写真と、なんかファッション性とか、なんか女性像が分かる写真が結構の2個が多いかもしれない。でも髪型で女性像変わるぐらい影響力すごくないですか？あるね、めちゃくちゃありますよね。仕上がりがどうなるかまだ決まってないけど、髪型が変わった時の
予想をして服装を選んでくるお客様が多くない？確かにそうですよ ね色とか特にありますよね。で脱いだ時に、うん、あ決まったみたいな確かにね、うん、っていうの嬉しいなって思う、うん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 、確かにね、ここちぐはぐになったら嫌ですよねだからいらっしゃった時のね、ファッションとか、うん、あでもそれは超大事ですね、うん、で今後どういう服着ていきたいかっていうのとかで色味とか考えたりもね、うん、したり、うんうん、なんか足し算足し算になっちゃうのはちょっと嫌だなって思うから引き算しながら。それは髪型で足し算、うん、なんか髪型で足し算になる人と、うん、あファッションに対して、そうそうそう、はいはいはい、ファッションがシンプルだからちょっと足し算をプラスする人と、うん、なんか紙で引き算してちょっとコンパクトにしたりっていうのとか、そのバランスを考えるのはちょっと楽しいですね。それが映ってたらいいよね、うんうんうん、ちゃんと伝わってたらこういう子でみたいな、うんうん、ビフォーアクターとかはあまり撮ったことないんですけど撮った方がいいのかなビフォーは ねなんかねすぐやりたくなっちゃうよね、そういう美容師さんいるじゃん結構、うんうん、ビフォーのカウンセリングから撮ってて不安こうなりましたみたいなそれ向いてないですね、うん、向いてないで、あれあります、例えば、うん、髪型作るときに意識してることみたいな、うん、あじゃあ私は例えばカットでデザイン性強かったらじゃあカラーはやっぱやりすぎないとか、なんか一個強い目のみたいなのとか結構意識するんですけど、ななこさんが意識してること聞きたいかも質問きた普通に上手くない私質問うん、さっき言ったのと一緒だけど、うんうん、なんか足しすぎないようにしてる、うんうんうん、なんかこうなんだろう、お客様が前髪も短くしたいけど、うん、あのこっちも切りたい、うん、なんか長いけど切りたいで、どっちにしようってなった時に、うん、やっぱりどっちかをメインにしたいなって思うから、うん、前髪にポイント置いたり、今日はみたいな、そうカットでそういう方がちょっと多いのかな、うん、カラーも強いイメージですけどね、いるか、でもどっちも別にありじゃないですか、その人のあれによっては、ね、うん、でも本当そうだね、バランス見てって感じだよね、バランスガチャガチャしすぎないみたいなのがいいなっていう。確かになんかおしゃれとこう、うん、やりすぎみたいなって全然違いますよね、うんうんうん、ね、なんかね、うん、そう見えちゃうのちょっとなんか確かに嫌だなっていう、自分の気分もちょっと入れちゃってるので、ね、でもそれは絶対ありますよ ね、うん、そうだね、前はこの気分だったけど、うん、今違ったらなんかもうそっちに戻らないっていうか、うん、また一周しますけどね、うん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 、自分の気分めちゃ入りません？それは入る入る入りますよね、めっちゃ入る自分の気分でちょっと、うん、自分が今黒髪ってところとかもなんかあって、うんうん、なんだ、でも黒髪は結構特殊じゃないですか、なんか私もやってたから分かります、ね、うん、そうだよね、うん、でもいいですよね、うん、なんかこういう時期も結構いいなって思った、これとかも久々にちょっと入れたけど、うんうん、これだけで気分変わるし、うんうん、確かに自分がやってなんか上がった気分のやつは結構入れ込みたくなっちゃうかも、うんうん、なっちゃうなっちゃうなっちゃう、なんかいろんな髪型やってきたからお客さんの気持ち分かりません、うん、朝は特にじゃない、私とか本当に黒髪とかめっちゃなんかやってよかったみたいな感じ、そうだよね、この世にないのはなかなかないけど、そうね、巡りますもんね絶対。でもなんかこの世にないけど今これがありなんだってヘアって昔なかったりしたじゃん、うんうんうん、なんかないっていうかこれ何これみたいな感じだったりしたのが、うんうん、今流行ってたりとかこういうのとかさ、うんうん、確かに、でそれってどこでありになるのかがすごい気になるっていうかさ、うん、誰がありにしたのかとか、確かにありに見せたとかすごいなって思うから、うん、それね、うん、なんだろうなってひそひそと探したい、でお客さんに当てはめて見て、うん、あでもお客さんからちょっとヒントくれるときありません、うん、イメージとかで、うん、それもね大事にしたいよね、確かに、うん、ちょっとこれやりたいがんって思うことなのに、うん、それをなんかありにするにはどうしたらいいのかなって考えたら、うんうんうん、面白いの出てきたりとか結構ある、そうだね、うんね、私はでもやっぱショートとかパーマ今までやってきてないからそれやりたいですけど、アシメじゃん流行るのアシメの今版みたいな、なんかそうだね、なんかありえそう、そういうありえるね、うんうん、そういうなんか復刻のなんか今版なんかありそう、うん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 